今日は井伊直助についてご紹介したいと思います。 あだ名は愛牛。どうしてかというとね、この人は仏教にすごく造形が深くて、それまであの彦根藩っていうのは、まあ牛を殺して味噌漬けにして幕府に献上するっていうようなことをしてたんですけれどもね、それは牛がかわいそうだということで、この人が藩主になってから廃止されるっていうことがあったので、あ、牛に優しい愛牛っていう風なね、あだ名をつけられた人なんですけども、牛には優しいけれども、実は人には厳しい人だったんですね。そのあたりを今日はご紹介していきたいと思います。 まあただね井伊直輔って言ってどういう人なのかっていうと大抵の人は大老で桜田門外で殺された人っていうのをねすぐ思い浮かべると思うんですけども桜田門外の変はあまりに有名だけれどもじゃあ井伊直輔ってどんな人っていうとあまり知られていないと思うのでちょっと今日はね詳しくご紹介します。 えまずね誕生したのは文化12 1815年18年のことですお父さんはいい直中お母さんはお富の方というまあ庶民だったちょっとね出自のはっきりしないんですけどでです性質ではありませんそしてお父さんもいい直助が生まれた時には隠居してるんですね。いいという人がまあ正室の子供なんですけどもこちらにも譲りまして藩主の座を譲りまして大好きなお富の方っていうのもすごく寵愛されてた なんですけども、大好きなお富の方ともう趣味三昧の暮らしをしたいと言ってまあ、隠居した後に生まれたのが井伊直弼なんですね。井伊直弼のお兄さんにあたるのがいい。直本っていうのがあって、やっぱりお富の方がお母さんでいい。なお。なかは藩主を継いだ。 お兄さんでで、すけどね、藩主を継いでイーナオモトお兄さんの方は実はこの井伊直中の養子子といってつまり跡継ぎとして養子になっている形だったんですが井伊直助っていうのは即日の子供ですし、まあ、お父さんがね隠居してからの子供ということで後目を告げるっていうね可能性はほぼほぼ0%ほとんどその可能性はない。 というような状態だったんですねそんな中1819年直介が4歳ぐらいの時にお母さんが死亡します天保2年の1831年直介16歳ぐらいの時にお父さんも亡くなってしまうんですねこの時本人は埋もれぎの屋っていうね彦根城下にある屋敷小さい隠居所みたいな隠居じゃないですけどねあの住まいをする小さい屋敷を建てまして300票の捨てぶちって言うんですけどね食いぶちです食べる分だけの300 発表っていうね、まあ、わずかなお金をもらって、まあ、生涯、部屋住み、買い殺しになる宿命だったんですね。この頃ね、まね、あ、だから埋もれぎのやって自分のうちにね、名前をつけるのでも分かるように、もう一生自分の人生は日の目を見ない。埋もれたままだ。 っていうような意味もあってこういうネーミングにするんですけれども養子に行かない限りはもう本当に捨てぶちもらってただただ部屋住みとして一生送るっていう人生で終わってたはずなんですよねまあ、養子に行くっていうのであのあちこちからまあ声はかかったんですけれども最初に内藤家から養子にどうかっていうのを来た時には実はあの直助選ばれずに直助の弟やっぱり乙女の方の息子なんですけども弟の方が選ばれてしまうっていうでその後も12歳ぐらいの時に、まあ まあ、さっきもあの仏教に造形が深いと言ったんですけど禅のを始めていたので、まあ、禅をねえずっと続けてるということで、まあ、長浜の方のお寺からお寺の住職の養子ということでねどうだろうって話も出たんですけど結局それも流れてしまい16歳から31歳お父さんが亡くなってからずっとこの埋もれ着の矢で、まあ、暮らす自分の人生はもう終わったっていうような感じの人生を送っていた人なんですね。 ところがですね、自分の人生もね、藩主になる道もない、養子もなかなかうまくいかないということでね、手鉢になってね、自暴自棄になって暮らすか、何もすることなく無意に過ごすかっていうような人生でもおかしくないんですけど、自分の人生は埋もれ木の矢でも埋もれたままだと言いながら、やはり才能があってエネルギッシュな人だったんでしょうね。この長野修善という人について国学を学びます。この長野修善っていうのもちょっとどういう人物かっていうと、前半生がよくわからない人なんですけれども、後に彦根藩主にい イーナがなった後片腕として働く特に安政の大国の時などにも憎まれ役のようなことをやった人なんですけど、まあ、その人にすごく系統して国学を学んだり州流の茶道大名茶人としてものすごくね有名な人なんですけどもオ直ケっていうのは赤秋流茶道っていうのを学んでオ直ケがやった茶道の流派っていうのが後にね一流っていう新しい流派に開いたりで居合い 剣術ですね剣術の方もこれね「新進新流」って言うんですけどもともといい直助が学んだ居合の新 流ってね、心に新しい竜。新神竜っていう流派をさらに新しく快祖として作ったので、新神竜を新しくしたっていうんで、新神神竜って言うんですけどね。茶道にしろ、剣術にしろ、人生捨ててると言いながら、自分が快祖になって、新しく開いてやるぞっていうぐらい、意気込みがあって、やる気があって、才能もある人だったんですね。世の中の政治の舞台では活躍できないけれども、こういう文化的なところで自分の名を残したいというね、ものすごいエネルギー エネルギーを感じる人生を送っていた頃。 高下3年1846歳の時に、養子師だった弟の直元というのが死亡します。直元っていうのは、えっと、お兄さんですね。ちょっとこれ弟って書いちゃってますけど、お兄さんの直元っていうのが亡くなってしまうので、後継ぎいなくなるということで、その後継ぎの座が転がり込んでくるわけなんですね。直助のところにね。さらに、海平3年1850年に、そのお兄さんで藩主だった直明が亡くなります。 若くくして亡くなります。ここでも運よく彦根藩主の座が転がり込んでくるというねちょっと水戸藩のね成秋なんかに似てるんですけれどもあの成秋なんかはちょっとねスペアサブっていう形で若干希望があったのに比べるとこの直輔っていうのはほぼ前半戦31歳で養子師だったお兄さんが亡くなってあ継ぎに抜擢されるまではもう自分の人生終わったっていう人生だった で,すよね、で,でもトントン拍子にうまいことお兄さんが亡くなりそして漁師だった、ね、お兄さんが亡くなって彦根藩主の座が転がり込んでくるそして世はカエ永六年にペリーがやってくるというね激動の幕末に突入するというね本来でしたら彦根藩主になったからといってそれほど政治的に活躍できるかというとそうでもなかったんでしょうが時代というものが彼を後押しするっていうようにね時代にも実はまあ恵まれたというべきなのか時代が彼を必要としたというべきなのか うまい巡り合わせだったわけなんですけれどもこの頃というのは幕府の中でもまあペリーがやってきて日米和親条約というのを結んでそのままハリスと日米修好通商条約を結んで開国していくのかそれともやっぱり外国人は打ち払って追い出してしまうべきなのかというので幕府内でも揉めていたんですね直介というのは元々は実は上位派だったんですね上位派だったんですが後に開国派に転身しますただ開国派と言ってもどん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 貿易をして 国力を飛ませて外国のことも知りたいというわけではなくやはり外国は嫌なんですよ外国に開きたくはないでもまあ情勢を見たら開かざるを得ない外国と戦うには国力がなさすぎる軍備も整っていないだから開かざるを得ない渋々開国ハットでも言うんですかね開国は今するけれどもペリーもやってきたハリスもやってきたんで開国はするけれども貿易した後国力が対等になったらもう一回鎖国してもいいんじゃないかというような正しがきつき 条件付き開国派みたいな人だったんですねそして将軍権視問題次の将軍をね誰にするかというのでやはり派閥が幕府内で2つこの頃ちょうどね揉めてたんですけれども一橋派っていうのが一橋義信君を次の将軍にという一派です成明パパなんかはね水戸の成明は息子ですからこの一派ですでそれとは反対に紀州の義富というのを次の将軍にというのが紀州派とか南紀派と呼ばれる人でいい直樹はねまずね水戸の成明が嫌い だったんです嫌いというかね非常に警戒していた。 どちらかというと、直助というのは、幕府の権利を強い時代のもとに戻して、安倍正宏っていうのが、老中取材をやっていた頃、ペリーがやってきて、幕府一極だけでの政治ではなく、いろんな裕藩や各大名なんかの意見を聞いた、まあ、連合みたいなね、勇藩連合みたいな政治をしていこうっていう流れになっていたのに対し、直助はそれに反対する立場、強い幕府というものが全てを決める方がいい。 という立場だったんですねなので御三家という本来政治に口出しをできないような人が成明なんかが口出すのには反対だったわけなんですねなので成明が嫌い成明がこう政治に口出すことも反対ということなので成明の息子を将軍にはしたくないというのが一つそれからもう一つはねものすごく血統家柄重視主義なんですよいい家っていうのはものすごい名門で徳川四天皇の一家なので将軍というのは才能とかねそういうものじゃないと血筋だと 徳川幕府が260年続いてきたのは才能のある将軍を作ってきたから続いてきたからじゃない血筋もう一番濃い将軍家の血筋でつないできたから持ってたんだという考え方なんですね。なのでで血筋でいくと確かに義の方が近い将軍家に近いといとうことなので紀州派っていうのは成明が嫌いっていうのと血統の正しきものを選ぶという主義主張からこの「義富派」「紀州派」というのを推してたわけなんですね。うん 5年4月20日にこの前にねちょうどねハリスと条約交渉して日米通商条約を結ぶか結ばないかというので反対意見が多いというので老中の堀田っていうのが京都に行って天皇の勅許をもらおうとかするんですけどそれがうまくいかなくて帰ってきたもんですからこうなったら松平義長を大老にしてで跡継ぎを一橋慶喜君にして条約のことをね開国派っていうこの堀、ね、田老中なんかこううまく回していこう世の反論をそ,のそういうことで抑えて 将軍に進言すするんですけれれどもこれを聞いいた将軍はが嫌い将軍軍はが嫌家定のお母さんっていうのも大奥の成り明き嫌いっていうの,のの筆頭だったので、まあ、水戸の成り明きの息子なんか次将軍にしたくないというので家定も慶喜次期将軍には反対でそのお母さんも反対ということで一橋家の慶喜君を推している松平義長を大老になんかしたくないもうそのまま推し切られるのは嫌だということでいい直助まあもちろんこのいい直助っていうのはね 池っていうのはね家柄もいいし自分の見方もしてくれそうだしということでまあ反一橋派ですからねしてくれそうだということで大老にするということが決まままってしまいますここで大老になるんですけれども大老っていうのはね一種の名誉職みたいなものだったんですよこの幕末の頃っていうのは。実は大老っていうのはこの井伊家坂井家土井家堀田家っていう4家からしかなれないなれないわけではないですけど実際江戸幕府の260年間でこの4家以外から出たことはないんです。たまたままね五 綱吉の時にあの柳澤義康っていうのが大老を書くっていうのにはなってるんですけど、まあ、でも大老にはなってないので大老っていうのはこういう名家四家からなるっていうのが習慣だったのと五代将軍綱吉の頃に大老っていうのがどういう職かっていうのが整った辺り以降からはもうずっといい家一家だけいい家だけが大老をやってきてたっていうねそういうふうな経緯があって。 あのもうこの頃になってくると五、まあ、代将軍以降になってくると老中でいろんなことを協議するんですがその中でまあいろいろうるさいなこの人ちょっと老中の閣僚会議にいたらまあちょっとなんかめんどくさいなとでもまあ名門だしなみたいな人をこう名誉職として大老にして祭り上げて政治に介入させないっていうような職になっていたんですよね実はもうこの幕末の頃にはねが大ろになったっったてて言っても一橋派の人たちはままあね、まあ。いい のの政治手腕っってていうのをねちょっと軽視してたそんなにできるやつじゃなかろうっていうのも一つあってね名門だけど、まあ、そんな大したやつじゃなかろうってちょっとこう軽く見ていた大老っていうのは名誉職だからそんな政治に口出しすることはなかろうと思っていたら兄はからんやですよい飯い直けっていうのはものすごい政治手腕があってかつ大老を閣僚会議に参加させろっていうので引き受けたっていうぐらいねもう大老職を拝命した次の日から仕事をバリバリし始めるという一橋派の人たちが甘く見過ぎてたっていう感じなんですね。 長い間部屋住みでね自分の才能を生かせなかった時期が長いんでね自分の狂犬が震える能力が発揮できるとなると馬車馬のように働くタイプっていうんですかねこの時期に大量になるっていうのはリスキーじゃリスキーなんですよね外国がどんどん開国迫ってる条約結ぶのか結ばないのか将軍は体が弱くて跡継ぎ問題でも揉めてるどうなるのかっていうのでものすごくまあリスキーな中引き受けたっていうので相当覚悟もあったしやる気もあったしできるっていう己の自負もあったんだろうと思うんですよね。 ね。 でさあそんな中まあまずね将軍問題はちょっと置いといてまず一番の懸念っていうのは条約問題です条約問題っていうのは実はハリスとの交渉で7月の27日まで調印は伸ばしてくれって言って約束は取り付けてたんですけれども6月16日にアメリカの軍艦が神奈川にやってくるんですね軍艦がやってきたというんでちょっと幕府の人たちバタバタし始めるんですよねこのままなんかこう引き伸ばしてたら攻められるんじゃなかろうかっていうそういう不安っていうのがあったもんですから同志 っていうのでハリスさんもハリスさんで条約一番乗りをねこの頃こうイギリスとかフランスももちろん虎視眈々と日本との条約っていうのを狙ってますから特にイギリスなんかに先を越されたら自分は2年近く交渉してきたのにとんでもないっていうので早く調印したいっていうので若干ね自分たちと調印次第とイギリスが攻めてきて無理やりね条約結ばせますよそしたら私がこうやって一生懸命あの日本のためを思った仮条約で結んだ内容以上のひどい条約になりますよももっともっとと不平等条約 役にな,なりますよ。みたいなことを言って、ちょっと脅しをかけて条約を早めさせるみたいなねことになるんですね。ポアタンが来た。19日バタバタッと日米修好通商条約というのが調印されてしまいます。本当はねいい直弼にしたらね。引き延ばせっていう風にもうなるべく。もう引き延ばして、引き延ばして引き延ばして調印するなっていう風に命じてたんですね。っていうのも、堀田老中が京都に行って調印をしてもいいかどうかっていうね。この開国の調印をしてもいいかどうかっていうのの,の天皇の。 直行を得ようとして得られなかったっていう結果があるので天皇の許可をもらってから調印したいっていうのがイーナオスも当然思ってたんですよねところがホッタと一緒にまあ、今日に行った岩瀬忠成っていうねまあ、実務実際にハリスと交渉している岩瀬忠成やそれから井上清直っていうのは条約結びたくてしょうがない派なんですよ一応大老は引き延ばせと言ってるので引き延ばしますでもどうしてもダメだハリスがもうどうしても迫ったら条約調印してもいいですかって、まあ、それは どうですかって言ったらその時はしょうがないっていう現地をもらってでいそいそと神奈川のポーハタンド号のところへ行ってもうすぐ引き伸ばす気もさらさらなく調印しましょうみたいな感じでもうにこやかに調印すぐしちゃうというね言いいなおけにしたらえそんなに早くっていうちょっとねびっくりっていうのはあるんですけれどもまあでも6月19日に調印してしまいますなのでこれは異植調印つまり天皇の許可のない調印だということで大問題になってくるんですね後ね。さらにこの時 直輔っていうのはどちらかというと幕府の強い政治強い幕府を復権させたいという大老ですので本来だったら朝廷の,その政治的介入を幕府ところがこの幕末でこんな風に外国からのいろんなことがあってちょっとグラグラしちゃったので朝廷につけ入る隙を与えてそういう風にね横から口を出させるような状況になってたんですがそれは改善したいと井伊直輔自身は思っているので調印しちゃいましたっていう方法 の報報告告を祝継法書っていう方式で今日の天皇に報告します。これどういうものかっていうと例えばまあね自分あの今で言うとね辞職します辞めますっていうのをこう上司にメールで送るようなもんですよ。 今でしたらね、やっぱりその、辞職、仕事辞めますって言ったら、こう、辞職届けとかいうのを紙に書いて、上司なり部長なりのところを持って行って渡して、こういう理由で辞めさせていただきますっていうのが、まあまあ、礼儀というもんだろうっていうふうに、まあ、考える人もいると思うんですけど、それと一緒で、このような大きなことをメールでピッてね、縮次報書っていうのはそういうもんです。死者がその手紙を持って行くんでもなく、お手紙だけをこうやってこう、宿ごとにポンポンポンってこう、早く速達みたいな感じで届けるだけなので、死者も一緒 に行ってね手紙だけがついちゃうってもうほんとだから今で言うとメールでやめますみたいな、ね、そういうノリなんで天皇の方が怒りましてねでもちろんその幕府の幕僚もいくらなんでも天皇に食次放送で条約調印しちゃいましたっていうのはなかろう本来だったら老中とか大老とかが手紙の内容をね持って直々に伺うのが礼儀というもんだろうっていうんで大問題になってこの6月24日に水戸藩の徳川成明と息子でね現水戸当主の徳川義徳それから 福井藩主の松平吉永それからあの尾張藩主、御三家のね、尾張藩主の徳川義勝っていうのが、富士登場っていうのをやるんですね。富士登場っていうのが何かっていうと、本来、こういう風な御三家の人とか、福井藩主とかの都城日っていうのは決まってるんですね。定例都城日って言って、いつ江戸城に行きますって言って、で、その行きますっていう決められた日以外には、都城してはいけないっていうね、罰則もあるぐらい厳しい。ちゃんと都城日だけしか都城してはいけない。ので勝手にするっていうのは実は 規則違反なわけなんですよねなんですけども、こういう委植調印だとかっていうことをやったもんですから、そんなこと言ってられない。というので、この4人というのが、江戸城に藤戸城って言ってね、行きまして、大老のいい直助を、質問しようとするんですが、しようとするんですが、藤戸城なもんですから、大老は忙しいんで、待たしとけとか言って、6時間ぐらい待たされるんですよね。朝の10時に行ったのに、昼ご飯も食べずに、一応ね、茶坊さんとか、お昼出しましょうか弁当出した方がいいでしょうかとかって、 問い合わせに来たんですけど直介が勝手に来たんだからそんなんほっといてよろしいみたいな感じでお昼も食べずに3時ぐらいまでずっと待たされてようやく大老の閣議が終わって今いい直介を捕まえるんですけれどもその時にね文句をまあ言うわけですね質問しようとするんですけれども大老と話をする時にやはりここで大老家の間詰め大名なんですよこの人たちってね大老家の間っていうののの間とね上の上の間と下の間下の間っていうのが やっぱそれで格が違うんですよ御三家のこう成明とかね吉勝とかは神の間詰めなんでそこで大老と話せるんですけど福井藩主は下の間なんで神の間に行けないんですよいいなあの直介を質問しようって4人で行ったんだけれどもで一番実はもう弁が立つ若くて論理的に話せるはずの吉永が参加できないわけですよ吉永は神の間詰めじゃないからあの一緒に話してはいけません下の間に行ってくれって追い出すじゃあ次 なりやきがね、トップとしてね、質問しようかって言うんですけども、この頃ね、若干猛禄してまして、耳も遠くなっていて、いろいろこう言うんだけども、うまくこう言いくるめられて、ああうーになっちゃう。なりやきもね、吉永が言ってくれると思ってたから、全然そういうすり合わせとかしてないわけですよ。なので、せっかくね、藤士城までして、質問しようと思っていたのに、なりやきたちの準備不足という形で、言いくるめられちゃって、ただただ文句を言いに行ったけども、言いたいことも言えず言いくるめられて終わっちゃう みたいなことになってしまうんですね。この時あのたまたま一橋慶喜は定例途上日だったんで別に富士渡城じゃなくて江戸城にいたので一直調印っていうのはどういうことなんだっていうんで質問するんですけれどもただその時も老ですす。ね。ね、は恐れま何言われても恐れ入ります恐れ入ります。 慶喜、ね、君若いですし頭良すぎるので恐れ入りますって言われると同じことをこうね現地を取って論破するっていうのは得意なんだけども,もう何も言わずにもう愚直なまでに恐れ入りますってございます恐れ入ります,でございますって言われると次どう言っていいか分からないみたいな感じで一直調意のことも責めきれずかつこの時慶喜君は次の将軍は誰になるか決まったかって言うんですよね。実はは6月1日にもう紀州吉富に決決ままっっててたたんんででですす閣僚会議けども発表 はしてなかったのでぜ、まだ,だ,ししね、だとか言ってこう反対すればよかったんでしょうが、吉信は自分自身は、周りは騒いで将軍になれとか言ってたけど、本人は将軍になりたくないもんですから、頭がいいのでね、この時代、この状況で将軍になったら大変だっていうのは分かってますから、本人的にはなりたくないんで、そうか、吉富のとか、それは頂上よかったよかったみたいなことを言って帰っちゃったので、いいの、おすけにしたらラッキー、なんか本人から了承もらっちゃったみたいな感じ。 なるわけなんですよねそういう状況で帰っていくんですよで、6月の25日にはもう紀州の吉富が将軍刑事になるっていうことがもう発表されてしまう既成事実として発表されてしまうだから最後のチャンスを一橋派の人たちは生かしきれなかったわけなんですね井直介がもちろん老練でしたたかだったっていうのもあるんですけれどもまあ、一橋派がちょっと甘かった爪が甘かったし思いつきで行動しすぎたっていうところはあったと思う 六月二十五日に、まあ、次の将軍が吉富ということで決定しまして、七月三日に十三代将軍の家貞が急に重篤、重体になります。もともと体は弱いんですけどね。それまでは体は弱いと言っても、そんなにね、あの寝込むほどではなかったんですが、七月三日に突如、命の危険になるぐらいの重体になります。重体の時に、重体の二日後に、先ほどの富士都城。本来、都城すべきではない日に江戸城に都城したということの。 それを罰するという形で成明謹慎義竜は途上停止義仲隠居謹慎かなり重いです隠居で謹慎はね義勝も隠居謹慎というかなり重い罪にバタバタバタというふうに言われて義信君なんか別富士途上も何もしてないのに途上停止って言って巻き添いくらって罰せられるっていうね富士途上のまあ罰という形のかなり重い命令が下るんですけれどもこの時ね家定は重体です。ひょっとしたら 生きてたか生きてないかもわからない状況下でこの命令が下せたはずはないのでこれはもう完全に大老の新井直介本人の意思でこの命令を下した一橋派をつまりここで完全に叩いておこうという意思によってこれが下されたっていうのがわかるわけですね。処分がが決ままった次の日ですすよ将軍が死亡しますなのでね本当に死亡したのは6日なんだろうかっていうね。 一応まあこういうふうに一橋派の方では謹慎とか途上停止とかっていうねかなり重い処分を受けてそのまま黙ってはいませんちょうど同じ頃にやはり一橋の島津成明薩摩藩主ですねもうやはり一直調印をしたということで大老を攻めそしてねちょっとこの人自身は幕政に自分がもっと参画したいというちょっと下心野心もあって兵を率いて京都に上るということをやります。 7月の8日です。それが7月の8日に薩摩を出立します。京都に登って、そして朝廷の、まあ、いわゆる移植であるというね、お墨付きをもらって、幕府に物申し、幕政に参画しよう。で、一橋派を盛り立てて将軍ね、吉,の吉野義信を将軍にしようっていうような、そういう思惑で兵を発するんですが、途中ね、水に当たってね、これらか赤痢じゃないかって言われてるんですけど、休止してしまいます。7月の16日に軍を率いて、京に登る途中 でししてままいますこれも一橋派にとって不運といえば不運なんですね。そして大らのいい直輔にとってはラッキーなことだったんですね。<noise> そこで安政5年のまた 今までずっと安政5年なんですけどね、あの8月の8日、ひ、ま、と、あ、月後ぐらいですよね、今度は孔明天皇が母語の密着という、密着っていう名前なんですけど、あのちゃんとした命令書ではあるんですけども、密かに出されたんで、まあ、密着っていうふうに言われるんですけども、つまり幕府の方に開国してはいかんというふうに言ってたのに勝手に条約調印してしまった。それに対して変えなさい、やめなさいっていうので、直上を出してたんですけども、返事がないと。ってことは、幕府にいくら言ってももう無理だということで、 明尊皇の名前でねすごい尊皇派って知られてる水戸藩の方水戸の成り明に条約をなんとかせえとこれをもう保護にしたいと。なので、まあ、外国人打ち払いまではいかないけれども幕府に兵を挙げ幕府に迫り。 そして、この条約を無効化しろみたいな感じの直情を水戸藩に出すんですよね。幕府にとっては、いわゆる今まで政治に口出しをしてこなかったさせなかった。朝廷が幕府の政治に明らかに介入してきたっていうことで、非常にもうなんか危険視するべきことであるしで、大老の井伊直弼にすると水戸藩っていうのがね。あのすごく危険視してたんですよ。ま丸焼きっていうのが政治に介入してくるし、そして自分の息子。将 次の将軍を息子を将軍にして自分が陰で政治を動かしたいんじゃないかというふうにずっと危険視してきたので僕の密着っていうのは水戸藩全然関係ないんですよ実はね、まあ、水戸藩の藩士の下の方の人間が勝手にね成明にこういうのを出したら成明はやってくれる上位の巨頭の成明様ならやってくれるって言って勝手に天皇を動かして食事をもらってきてるので実は水戸藩の成明とかその辺は全く関係ないんですけども実際 こういうものが水戸藩に渡ってしまったらいいなおとしたら水戸藩の方から政治にこうやってね一つ橋派が処分されている状況でそれを既視改正の逆転するために水戸藩の方から天皇に働きかけて兵を急合して各地の兵を急合して幕府に物申すっていうようなことをやる無本の陰謀ではないのかと信じ込んでしまうんですよね水戸藩からしたら濡れ衣のなんだけどいいなおにすれば母語の密直というものが水戸藩に出されたということでこれはもう水戸藩無本である っていう風に思い込んでしまうんですよねただ水戸藩自身については成明もそうなんだけどさらさら無言する気とかはないので直上をもらって兵を上げるなんてことは当然しなかったんですよねただしなかったんですが水戸藩の中水戸藩っていうのはもう天下に轟く上位の藩ですなので水戸藩の中の上位派跳ね返りの人たちが正確天皇からこんな直上が来たんだから兵を上げるべきだって言って勝手に小金の方まで行っちゃってね直上をもに各地の 兵を集合して幕府に条約を保護にさせるべきではないのかっていうのをやっちゃったもんですからまあ、世の中がねバンバンにこうやりきていき始めるというね、えー、そういうような事態になるね母後の密着というのは非常に水戸藩にとっても旗迷惑飯直介にとってはまあ晴天の霹靂水戸藩無本だっていうね後の安政の大獄に繋がる大事件だったんですよねい飯尚介で水戸の無本だという陰謀だということを信じ込んでしまうので 有名な安政のの大国というのを始めますこれはどういうものかというと井伊直弼が、まあ、水戸藩が謀反した一橋派っていうのがもう謀反する気だ幕府に対して謀反する気だと信じ込んでるもんですから一橋派をはじめとする水戸藩の人たちを全部捕まえ処分するというこれ安政の大国だけで100名ぐらいが 処分されている江戸時代の中でもかなり大規模な大義国と呼ばれている事件なんですけどもね一番大きな、まあ、成り明き一番トップである成り明きというのは英知居つまりもう生涯。 失去もし続ける。もう禁止し続ける。で、そして、水戸藩の過労である、あ島立脇は切腹を命じられる。あじまたてわきなんかそんな職場もらえませんとかって断った方なんですよね。別に兵引いてやるぞって言ってた上位派でも何でもないんですけども、責任を取って切腹させられてしまう。草さじっていうのは ちょっとね、変わった経歴で、お父さんが薩摩藩士で、その後脱藩して三途藩、上位の水戸藩に行くっていうんで、まあ一応水戸藩の人間なんですけど、水戸藩とか一橋派が処分されたのを見て、記事改正のために京に行って、母語の密着っていうのを出させた張本人なんですよね。上の方の人たちが出してほしいとも何とも言ってないのに、上位の直上さえもらえば、成明様ならきっとやってくれるっていう勘違いからこんなとんでもないことをやっちゃったっていう人なんですよね。なので、この人が極死っていうのは、まあまあ、わからなくはないんですけどもね。 まあ一応捕まって処分される前に牢獄の中で死んでしまうっていうことなんですね気の毒なのは慶喜くんですよ別に本人何も動いてないのに祭り上げられたみこしだったっていうことでこの時点で隠居禁止になります一橋家の隠居っていうことでねなので当主からね降ろされてしまうっていうことなんですよねその一橋家の慶喜くんに仕えてたあの平岡仁志郎っていうのもお役御免になって、まあ、差し控えっていうのはまあ軽い禁止みたいなもんなんですけどもねでその後はあの左遷されたりもしております福井藩主の の松平義永の片腕って言われてた橋本さないは残首になります残罪になります実は橋本さないはこの安政の大国自体がねこれほど重い処分をするような実際の罪ではないんですよ証拠はないんです実際ねだから証拠をきちんと取れば誰も罪には問えないっていう風に下の方のねまあ、人たちは言ってるぐらいのものなのに大老の 狂犬によって無理やりもう証拠がなくても無本だってことで処分するんだってうもう大老のトップダウン形式でのその処分だったんで橋本さないなんかも当初は遠投で別に資材じゃなかったんですけどその遠投相当かと思われますっていうのを見た大老がいやこいつは死刑って言って斬首になってしまうっていうね 形なんですよね。で、あの、吉田松陰の残首っていうのは、まあ、これちょっと自業自得なところがあって、吉田松陰自体は別にね、そんな大して大義国の中では、あの、いわゆるトップクラスっていうわけではないんで、長州派の人間で、そんなにあの、一橋派でも何でもないので、別にそんな目をつけられてなかったんですけど、つながりがあるからっていうんで取り調べを受けてるときに、実は私、老中の真鍋の暗殺計画をしておりましてって、自白しちゃうんですよね。だから、イラン自白をしたので残首になったっていうね、まあ、あの、ちょっ ちょっと自業自得なところはあるんですけどもまあでも他にも例えば。 もともとその上位派で京都で長州藩のいろんな長州労使なんかをこうやってあの上位派たちの巨頭みたいに言われてた梅田雲品っていうのも牧師しますしそれから来三木三郎っていうのも斬首させられてます。それから幕臣で言うとあの一橋派の川地俊明っていうのは西の丸の留守役に左遷されますし岩瀬忠成や永井直行なんかは永知って言ってまって徳川成明と一緒ですよねもう生涯幽閉されたままもう家の外にも出られないっていうねかなり重い処分を受ける。 っていうことになっていますね。まあだから本当に大変な大義国だったんですね。安政の大獄っていうのはね。 その安政の大国っていうのはかなり水戸藩とかに対して厳しい運が下ったもんですから、まあ、水戸藩士といいい。うのが黙っていられないこれとは別にちょっとねさっきの「母語の密直の天皇の直情を幕府に返納せい,いや返納しないとかっていうので、まあ、揉めてて水戸藩の中で揉めてるっていうのもあったんですけれどもそれもあって水戸藩の脱藩老子たちがこのままではダメだっていうんで大老暗殺を計画し3月3日。 桜田門の外で井直介を切るというね桜田門街の編 というのをね。起こすんですけれども、この時ちょっとね。あの薩摩藩士っていうのが一名だけ混じってるんですけど、これがあの有村自在門っていう人なんですけども、3月3日朝早朝大雪の中60人ほどの警備ね。お供の者をついて。伊之助は彦根藩から江戸城に登場する。3月3日ってあのひな祭りなんでね。これはあの曹都城って言って全ての大名が登場する日なんですよね。だいたいね。彦根藩のその判定っていうのから、その桜どものところまで 500m。500 ほんとす,すぐの場所なんですけれどもただ雪が降っていたのでだいたいお供の人たち警護の人たちがカッパを着てそして刀にも錆びな内に袋をかけてたので襲われるっていう大量を狙ってる不届き者がおりますから危険ですよっていう情報は事前にあったんです警護の人間を増やすすべきななんんじゃいいいかっててう,うにも言われていたんですけれどもまあ井伊直輔はそんなことをするとまるでその安静の大国が間違ってたみたいじゃないかと。 でそして弱腰だと思われるとそういうこともあってその人数を増やすこともなく定時途上で朝のね雪の中を彦根藩の判定出発して桜田門の外だいたい今のね警視庁の前ぐらいですかねぐらいに来た時に藩士た,たちに襲われますさっきも言ったみたいにねいい直介って実は居合の達人なんですよねでもどうして反撃できなかったのかというと最初にピストルで撃たれて腰を射抜かれていたのでもこの時すでにかなり重傷だ だったのかごの中でもかなり重症だったのではないかとは言われてるんです。けれども、居合で反撃することもなく、首を切られてしまいます。で、首を切ったのが、その先ほど言った唯一の薩摩藩士の有村自在門なんですね。ただ、この有村自在門も首を切っていい。直助の首を持って逃げようとする。途中に傷を負ってあの三上藩の前でね。結局もう動けなくなって自決してしまうんですね。いい直助の首っていうのは三上藩が預かるということになるんですね。で、やっぱりハンスの首をそのまま。に しておけないので彦根藩の方からは何度も何度も首返してくださいって言って死者が行くんですけども三上藩の方はいや幕府の検士が来るまでは首をお返しできませんっていうんでなんか5回ぐらい行ったけど5回とも返されるっていうね、まあ、大変なことになるんだけどもが約夕方ぐらいに「いやいや実はそれは大老の井伊直輔の首ではございませんと」とよく似てるけど体格のいい部下の配下の者の,の首なのでお返しくださいと。実は怪我をして 三上藩に療養してた直助、大老はそのまんまカゴに入れられて班に戻ったっていう形式で死んでないっていう形を見せて首をもらうっていうね。で、ようやく夕方ぐらいにそれで首が戻ってきて胴体と首をつないで、で、一応病気ですっていう風に一応報告一般にはそういう風にして、大老が首切られるって大変なことなんで発表できないわけですよ。彦根藩だってお取り潰しになりかねないわけですよね。なので、いやいや、 急病でございまして死んだのは別人ですみたいな形で発表してあの死亡日っていうのは3月28日本当は3月3日に死んでるんだけど3月28日に死んだってことになっているし幕府が大老が死にましたって発表したのも病死でしかもね発表したのは2ヶ月後っていうことになってるんですねなんでまあ彦根藩を取り潰さないためにいろんな工作が行われていたんですけれどもでもこの時行列を守ってた60人家族とかそういう人たちは実は全部 便座で処分されております。守っていた60人というのは切腹斬首ほとんど殺されてますね。あの死んでいます。で、加盟も全部断絶でその家族っていうのももちろん処分されているので、なのでまあ、彦根藩自体は残ったけれども、かなり重いまあ。もちろん大量をね。殺されるなんて大事件なので、まあ,あの重い処分っていうのをまあさせられたというような事件でもあるんですね。 いいなおすけっていうのは、こう、幕府、弱まりつつあった幕府の権力をもう一度強くしたい、強い幕府にしたいっていう政策をずっと取り続けて、かなり強引に、言ってみたらちょっとね、あの、歴史の流れを引き戻そうみたいなことをして、殺されてしまうっていうね、桜田門外の変で殺されてしまうっていう最後を迎えるんですけど、この桜田門外の変によって、いいなおすけの望みの強い幕府っていうのが、むしろ、 幕府のまあ権威が大いに失墜するきっかけになり、そして幕府がこの後まあ、幕末、えー、明治維新迎えるにあたるこう。瓦解していくスピードを早めた。た って言われるような、まあ、事件にななっていくんですねなので飯直助が望んだ幕府の、まあ、形というものを彼自身のそれを望んで安政の大国をやったんだけどそれが結局桜田門外の変を起こし本人は殺されることになりそして望んでいた強い幕府というのを逆に弱体化させ権威を失墜させ幕末の、まあ、幕府が滅びるのを早めてしまった。 いいううう結果になななったっていうような人なんですねい直すけど桜田門下の変自体は有名なんですけども彼が何を望んで、まあ、その生前どういうふうな政策をしたのかっていう形を望んだ結果とは逆な、ね、終わり方になってしまったっていうことでご紹介させていただいたということです。安政度大国は直輔の死で終わることになるんですけれどもねこのあと幕府は坂道を転がり落ちるように滅びへの道をたどっていくっていう形になるんです、ね。えー チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。ツイッターもやってますので、フォローよろしくお願いします。